1994年5月1日没。1960年、ブラジルで誕生。幼少の頃から運動神経が優れていた。しかし、運動協調性の問題のため、階段に上がるのが苦手だった。7歳で、一族が所有する農場で、ジープを運転する。13歳、インテルラゴスサーキットで初めてレースに参加。以降、数々のレースに参加。1981年、フォーミュラーカーレースに参戦。チャンピオンとなる、家族からの強い意向もあり、家業を継ぐため引退。しかし、どうしてもレースを捨てきれず復帰。1982年、フォーミュラフォード2000で優勝。これは、F1 の前座という位置づけだった。1983年、F3 選手権で優勝。1984年、F1 参戦。1985年、ロータスに移籍。ホンダエンジンになったが、なかなか結果が出ず。1988年、マクラーレンに移籍。ワールドチャンピオンとなる。1989年初め、当時の FIA 会長から、危険なドライバーとみなされ、スーパーライセンスが発行されないという危機に陥る。ギリギリ開幕前に無事発行される。1991年、ホンダの創始者、本田宗一郎が亡くなり、喪章をつけてレースに参加。1992年、今季限りで、ホンダが F1 撤退を発表。1993年、鈴鹿 GP、オーストラリア GP で連勝。鈴鹿 GP は、日本での最後の優勝となる。1994年、ウィリアムズに移籍。日本では、4月17日、パシフィックグランプリが、彼の最後のレースとなる。同年5月1日、サンマリノ GP で帰らぬ人となりました。彼は誰？